モネクラーです今回は文具女子博で先行発売してたレアリゼの直営店限定のデザインが追加で出ていたのでデルフォニック渋谷で今日から発売していたので買ってきたのを紹介していきます。で、それがこれなんだけど前回文具女子博で出てたのがこんな感じの4種類でさらに追加で今回この直営店限定の柄が出たって感じですね。 なのでスミスとデルフォニックスで買えるかな。デルフォニックス渋谷以外の店舗では1月16日日曜日から発売で、オンラインはもうすでに販売が始まっていて、今日2022年1月14日金曜日の朝11時半からすでに販売が開始してて、そうそう。この同じ柄のね、ブックマーカーも今回一緒に出てたんだけど、この2つ。 が新ししい柄として出たんだけどこの2個セットはすでにオンラインでは売り切れなんだけど、これ別々にカートに入れても値段同じなので <laughs>、別に買えるんじゃないかなと思いますで。そうそう、文具女子博の時に名前紹介してなかったんだけど、前回の文具女子博で出てたこちらの4冊の名前があったんですよ。 今回、レアリゼっていうのは、その、将来の夢みたいな、子供の時の夢みたいなテーマなんですけど、えっ、ー、と、前回はバレリーナと喫茶店の店主と画家とジュエリーデザイナーがモチーフになってたみたい。で、今回、直営店限定で出てたこの柄は、えっ、ー、とね、フラワーコーディネーターの柄になってます。結構可愛い感じだよね。あんまり今までにない ロルバーンのタッチですよね。<laughs> かわいい。そんな感じ。一冊書いてある書いてあるね。税込み803円になってます。そんな感じ。じゃあ見ていこう。かわいい。何色カッパーカッパーってこんなピンクだっけピンク白しかな <laughs> 見たことないピンク色だな。なんだろう。 ちょっとロゼっぽいピンクですね。可愛い,い <laughs> すごい。な、何色って言えばいいんだろうね。ピーチスカッシュみたいな <laughs> 感じで、リングはピンクゴールドカッパーかなと思います。あ、表記がデルフォニックススミスリミテッドになってますね。こんな感じ。中身、 いいか、これは普通の中身なので開けなくていいかな。<laughs> 前回文具調シャックでも紹介した通りの中身なんじゃないかと思います。と、ブックマーカーもセットで私は購入して、ブックマーカーはこんな感じ。いや、これ集めたくなるよね。ブックマーカー可愛いので、ちょっと高いけど全種コンプしたいよね。ブックマーカーは1個418円。結構、 結構高いよね。1 <laughs> 枚ペラッと入ってるだけなので、まあちょっと高めの印象かなって思うんだけど、今のところ、私が把握してるうちだと、サンリオのダイアリーについてたキティちゃんのブックマーカーと文具女子博で出た分の、2021年の文具女子博で出た分のと、あとこれで全コンプかなと思っているので、今からなら皆さんも、 全コンプ、つなげていけるんじゃないかと思います。コレクターの始まりになりそうだね。あとは、そうそうそう。今回デルフォニックスに行った理由がもう一個あって、ここに関係ない購入品が並んでると思うんだけど、1月7日以降にデルフォニックスで会員になった人で3000円以上購入すると、このトラさんのマスキングテープがもらえるんですよ。 これ、エトロルバーンで出たやつかな違うかなあれ、エトロルバーンってどんなんだっけそうですね。エトロルバーンで出てた、この子たちの柄のマステがもらえるんですよ。会員になった人は。なので、3000円以上を購入するために、サオトメてっさんの、この渋谷限定柄を一冊と、あと、エモットの、 5本セットのやつを1個買ってきました。エモットセットで買ったこと、あの限定の色の時しかないので、<laughs> 普通のカラーを買ってきました。で、これで3000円超えたので、こちらのマステがもらえたって感じですね。ロルバーンに貼ってこよう。<laughs> 使うの楽しみ。これは使うようにもらったので、ノートに貼ってきます。 貼り終わりました。じゃ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 ん。こんな感じ。かわいい。この白いトラさんと黄色いトラさんの繰り返し柄になってます。いいね。<laughs> かわいい。もらえて良かったですね。全然まだありそうだったけどどうかな。残りどれぐらいなんだろうね。まあ、そんな感じです。<laughs> 今回の動画はこんな感じ。エモットはもう普通に。 そのうち使いながら手帳で紹介していくかなと思います。まだまだロールバーン紹介していくし、そうだね。最近出た新しいロールバーンも明日紹介できるかなと思っているので、ぜひぜひお楽しみにバイバイあ、そうそう、後ろにいるあのぬいぐるみ、粘土ールのぬいぐるみも今日渋谷パルコのポケモンセンターで買ってきました。 あと、ロフトと無印で文房具いっぱい買ったので <laughs>、それも今度紹介していくんじゃないかと思います。